1938年4月10日のドイツ国会選挙は1938年4月10日に行われたドイツの国会の選挙である。この選挙の時点ですでに1933年にアドルフ・ヒトラー総統により成立したナチスドイツにおいて国家社会主義ドイツ労働者党以外の政党はすべて解散させられていたので、 ナチ党のみが出馬する最後のドイツの国政選挙になった。また、第二次世界大戦会戦前において、ドイツにおける最後の国政選挙にもなった。オーストリアでは、国会選挙の代わりにアンシュルスの是非を問う国民投票が実施され、こちらは、ナチ党組織や行政組織による投票行動への厳しい監視の中、99.73%が賛成票を投じた。 またズデーテン併合に伴い、12月5日にズデーテン地方での国会選挙が行われたほか、1939年4月には、リトアニアから返還されたメーメル地方から2名の議員が選出されている。国会議員の任期は4年となっていたが、戦時中の1943年1月25日に、アドルフ・ヒトラーが国会議員選挙の延期を決定する法律に署名し、 その予定日は1947年1月30日とされたが、その前に敗戦に伴って、ナチスドイツが消滅した。戦後初のドイツの国政選挙で、1949年、ドイツ連邦議会選挙が同年8月14日に行われた。ありがとうございます。